はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キーコちゃんです。ザー、はい、いや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 、昨日は私のナポレオンの動画見ていただいた皆様ありがとうございましたね。コメント欄で結構あったんですけれども、イザナミ、今画面見ると分かると思うんですけど、イザナミに使わないで読みに使う理由が分かんないみたいなコメント結構多々あったんですけどもね、思うことあるんですよ。確かに読みぐらいしかないんだよね。あの玉露だったんだけど、読みぐらいでしかないかなっていうところで、読みが魔人、まあ、読みも使えないんだけどね、魔人、なんだ、あとはシャンバラが鳥、エデン、あれなんだっけ、エデンはなんだっけ、神じゃないんだよね、忘れちゃったけども、で、アバロン聖騎士、ニライカナイがドラゴン、エデンなんだっけ、忘れちゃったな。はい、そんなわけで、まあ、神がいないので神キラーが刺さらないというところだったんですが、まあ、イザナミって言われてもね、ナポレオンが中心でしたぞ、よしこれでイザナミが簡単になるなんて言われてもさ、イザナミだよ、イザナミですよ皆さん、イザナミに使えて喜ぶ人は本当多分少数だと思ってて、だからね、イザナミじゃなかったんです私は。ただイザナミで使うのは結構正しいみたいな風潮があるので、じゃあこれが正しい使い方なのかというところで、イザナミを攻略していこうと思います。なるほど、まあ多分今後ね、今後多分刺さる、多分絶対刺さる、クエストは出てくると思うので、まあ今だけだと思いますよ、ナポレオンがちょっと微妙なのは。正直無理やりね、使えるとか俺言わないからな、まあ俺使わないからさ、あんまりそもそも無理やりやってもしょうがないからな。現状の話すると、そんな強くねえよな、ぶっちゃけ。うん、これ多分俺間違ってんのかな、現状あんま強くねえ気がする、弱くもないけどね。うん、ただ俺今の時代ってまあ尖ってることが大事なんだけども、このステータス的に尖ってはいるんだが、刺さる場所が少ないんじゃないかなというところなんだよね。うん、超絶で使えるキャラクターって結構いっぱいいるからだもんで、やっぱ爆絶以上、まあ、暴絶とかね、で使えないと正直重心化キャラとしてはと思ってしまうわけだ。これ納得してくれる人いると思うけどな。うん、まあ別にナポレオンをね、こうバカにしてとかわけじゃなくて、うん、ナポレオンはやっぱね、歴史上の人物でも、ね、とってもね、偉大な人なんで、バカにはできないんですがね、社会勉強した方だったら分かると思いますけども、強いな、でもイザナミでは強いな。ただね、さっき言った通り、イザナミで強いキャラクターはもう5万といるんで、な、そういうことですよ。うん、いいね、あープルプルしてる、プルプルしてる。で、ここか、これ下にずらせば OK になるかな。うん、まあ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 、やり方次第では普通に強いね。中距離拡散弾っていうのはやっぱりあのリボンあたりから強さをね、こう発揮するようになってきたよね。結構俺も嫌いじゃない。ただ俺が一番好きなのは次元斬と斬撃の組み合わせ、これは本当にかっこいいし気持ちがいい。シャ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 ね。あとは素浴びで、重力バリア持ってないんで、例えば艦隊性能で言うとちょっと低めのパブロンかな、あの号令使ったところでジューってなっちゃうわけね。これスワビ重力バリアだったら、まあ、さらにやっぱ強いかもしれないね。うん、なのでまあツイッターでも言ったんですけど、今回の重心化でおっと思ったのは、まあ、ルシファーは一回置いといて、あれだね、ムーだね、やっぱムーが一番なんかいいね、バランスが良かった。超アンチ重力バリアで、あのやたら高い攻撃力とあのホーミングね、あれは普通に強いと思う。最強でもないけどね、持ちのローン最強でもないけど、これどうなの、強いの。70万ですか、やべ、どうした、早いは早いですもちろん。で、ナポレオンって言ったら昔のね、イザナミのスタメンだよね、そういえばね、進化の方は。
確かそうだよね。うわーマジそういう感じ。それは残酷だな。うわ強いは強いね。やっぱこれどこやか。まあ強いは強いね、もちろんイザナミにはね。あと神系には強いよね、もちろん。だから埋水と神のステージが出てくれば、あと16バリアか。やっぱほんと最強だと思うんで、今後にちょっとね難しいクエストでの使用を期待させていただきたいですかね。やっぱこれは、ゼロドロということで。はい、3分、3分で終わんだ。結構早めのパブロンだな。それはびっくりだな。3分で終わったの。はい、というわけで以上ギコちゃんでした。どうですか皆さん、どういう風に映りましたか。コメント欄で書いていってくださいね。